ゆっくり世界遺産。法隆寺地域の仏教建造物。奈良県生駒郡斑鳩町にある法隆寺をはじめとする仏教建造物群で、構成資産は7世紀に造営された法隆寺発起寺。1993年、姫路城、屋久島、白神山地とともに初めて日本の世界遺産が登録。7世紀後半から8世紀初頭にかけて再建された法隆寺西院伽藍は世界最古の木造建築として有名。法隆寺の47棟と、法起寺30の棟1棟の計48棟で構成。1創造的才能を表す傑作、2文化交流、4建築様式、6その他が適用。木の文化だったり、仏教だったり、聖徳太子だったり、日本を象徴する世界遺産。クラウドファンディングで目標額の7倍を超える1億4600万円が集まった。7400人以上の人たちが支援。金堂壁画保存のためにも行われた。